ネペンティスベントリコサネベンティスベントリコサブランコはウツボカズラ科の植物の一つ。氷炭のように途中でくびれた翼のない補充袋をつける。常緑性のツル植物で食中植物。茎は緑色で無毛、光沢がある。高さは2メートルほどに達し、樹木に絡まってよじ登る。歯には柄がなく、線形から皮心型で。 長さ20から25センチメートル、幅は1から1.5センチメートル、基部は茎の半分をほどを抱える。補充袋は黄色から赤みを帯び、袋の表面は滑らかで翼は完全に退化して痕跡も残らない。円盤は赤く染まり、平らで幅は10から 25NN、ところどころで波打っている。下方のものの方がやや太めで、長さ10から20センチメートル、 幅3から7センチメートル、上部はロート状で口から下に狭まり、中央でくびれて最も幅が狭く、下部は膨らんで卵形を帯びる。口外は円形から腎臓型で、長さ4から5センチメートル、幅2から3センチメートル、口外の基部に巨があって、長さ5から10ミリメートル。上部の袋は、下方のものと、ほぼ同型ながら、細長めでよりロート状に近い。 フィリピンのルソン島北部の固有種。山岳地帯の標高線から2000メートルにある雲霧地帯を生育地としている。食中植物として、また観葉植物として観賞用に栽培される。本種はその中でも古くから利用された方で、日本に導入されたのは第二次世界大戦前である。袋の色には反転系やクリーム色などのバリエーションも知られる。時に、 一般の花屋でも扱われるほど普及している。本属のものの中でも補充袋が美しい種として知られる。ネペンテスベントリコ先サ祭サは種として、近藤、近藤、P139、近藤、近藤2006、P139、田辺2010、P91、園芸植物大辞典1994、P1732、ありがとうございます。